回はアニメ薬屋の独り言第10話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。始まった。最初の音とリズムがズンチャズンチャ結構好き。マオマオ幻想曲。こんなオープニングもいいんじゃない。緑黄色社会現象。オープニングのマオマオに魅了される。神主様提供。キラキラ提供。第10話蜂蜜星見酒といったところか。誰？一瞬神主様かと思った。城壁の上、一人静かに星見酒。こんなとこでお酒飲んで酔ったら危ないでしょ。初手からかっこいい。シャオランちゃん久しぶり。久しぶりにこの子映ってる気がする。かわいすぎ。自殺したのは毒を持った本人だったんだ。情報通癒し担当。またしても何でも知っているシャオラン。今日のマオマオ目大きくない？高級の花は実を結ばねば意味がない。35歳か。俺とタメじゃん。ザクロ、キサキたちも安泰ではない。高級の姫も大変よな。あまり物のお裾分け。かわいい。シャオランが癒しだな。花開くシャオランかわいい。クノちゃんの声は癒し。お茶会という仕事。重そうな壺。準備大変そうですね。男も手伝うんか。これ毎回飾り付けしなきゃなのか、面倒だな。人間関係えぐいな。女の集まり、なんとなく怖し。リーシ来た。リーシちゃんかわいいな。照れてるリーシかわいい。腹の探り合い。女同士で腹のま探り合いとか、エッチじゃん。むすー、消してて面白い。大変な準備をして迎えてるのにこの顔である。女の敵は女。女の戦いだ。玉葉妃すごいな。まさにできる女って感じ。鳩クルッポー。そばかすがない。マオマオ美少女。園遊会の毒味役か。前の脅しが効いてる。マオマオ、あっちこっちで恐れられてるな。顔真っ青。超怯えられてる。猫のマオマオ好き。どんな罰よりも恐ろしいマオマオ。リーシの毒味役、マオマオにめっちゃビビってるわら。三者三様。一目でわかる関係の薄さ。マオマオさんの洞察力。お、今回のサブタイトルの蜂蜜ですね。ホットレモン的なやつだ。チンピと蜂蜜か。おや、リーシの様子が。急に表情が曇った。わかりやすいな。蜂蜜もダメなのか？蜂蜜にもアレルギーがあるのかしら。こいつらまだ変色だと思い続けているのか？まだこんな感じなのか。リーシの侍女たちめ。アレルギーのこと、ちゃんと情報共有してないのか。まずいまたマオマオが切れるわら。フォローしてあげた。玉葉妃も頭の回転やばいな。アーニャからの玉葉妃の振り幅が本当にすごい。リーシちゃんホッとしてる。よかったね。侍女たちのつまんなそうな顔。ふーん。まだいじめられてた。こいつら首にしろよ。追い出されたマオマオ。投げ出されてるマオマオ。マオマオまたポイされてる。同じポイでも以前のとは大違いである。今回は優しいポイである。なんでここに神主様が。話せわら。神主様ニッコニコわら。キラキラしてる。脳回復した途端これだよ。逃げられないよ。スパダリ枠が雑に扱われることに定評のある作品である。要は調べてこいってこと。潜入捜査せよと。もらえないか。お言い直すの面白わら。選択権なしわら。いつものほか上級妃への出張である。断れない。頑張れマオマオ。また潜入捜査かよ。ある程度分かってて調べさせたり、断れないの知っててお願いしたり、人種様ったら本当ずるいね。急に人をよこすなんて、普通警戒されるんじゃ。玉葉妃の侍女が何しに来た？ってなるよな。日高のりこさんか。本人さん優しそう。日高さん声かわゆ。この人が犯人なのか。3日間限定のお手伝い。期間限定マオマオサービス。アードオヒ美人すぎる。イケメンアードオヒ。アードゴヒ美しい。確かに35歳とは思えぬ美貌。リリッサ抜群や。全員声が強いぜ。あらー。アードオヒ、いわゆる宝塚枠ですか。誰かに面影のある顔だ。アードオヒ、人種様並みのイケメンやな。なんかアードオヒって人種様に似てますね。アードオヒ、イケメンすぎる。こんな35歳憧れるわ。人種様に似てる？どういうこと？のんこさんの声すぐわかるのもすごいよな。屋敷がでかすぎる。虫干しも大変だな。さっきから背景モブが全員動いててすごいな。学校で大掃除する時の感じ思い出す。口先だけのやつらわら。リファヒの侍女は口先だけ。雑用全開わら。
これだけの量を運ぶのは大変だ。まおまおよく働いてるな。褒めてくれたら気持ちよく働けるよね。人の扱いがうまい。次女頭、これぞ管理職。優秀な次女頭さんなんですね。あれ、今包帯あった？肉体労働が体に応えるマオマオ。こき使われてる。こんな暗くなるまで働いたのか。この色、蜜蝋のろうそくか。怪我は？もふもふもらった。日高のりこさんのお声はしっとり馴染むな。次女頭怪しいな。久々に他の次女と同室。雑魚なんだね。クソ寒そう。本当に毒殺騒ぎの黒幕がいるのだろうか。いやほんと背景モブが全員動いててすごいな。こんなに丁寧に掃除してるのか。上の人が働き者だと下の者も働かざるを得ない。綺麗好きなんだな。適齢期はとうに過ぎてるが。忠誠心の強さは毒殺を行う理由にもつながる。幻帝の襲名。売れた果実にしか反応しない帝わら。言い方よ。今の帝は熟女戦なのか。帝ロリコンじゃなかったか。リース様放置プレイ。蜂蜜に蜜ろう。ロイヤルゼリーかな。ボツリヌスとか出るかな。実家が養蜂場だからこんなに蜂蜜が。蜂蜜苦手のロリー出席。怪しい。今回の毒は蜂蜜か。蜜ろうのろうそくだったのか。今回やたらと蜂蜜が出てきますね。態度でかくなってる人種。態度が軽いわらわら。なんやかんや毒味役を信用してるんだな。スパイって単語知ってるの笑う。スパイファミ猫。スパイって言葉もあるのね。お茶入れるだけで魅力的な人種。この世界の蜂蜜って高級そうだよな。この結城葵さんの声は癖になるな。人当たりがいくて優しそうな人の裏側。腹の中はわからない。そんなものは主観に過ぎない。人間不信になりそうだ。九大天ってわら。試したな。来るよ瞬間最大風速変態が。キラキラわらわら。人種様気持ち悪いですわ。セクハラきたー。指で取るな指でわら。人種様の蜂蜜プレイ。ねぐれというか変態だー。これはあかんやつわら。うよよよよわら。拒絶反応。鳥肌わらわら。まおまお反応いいわら。ご褒美じゃなくて罰ゲームだよ人種様。ドン引きですわ。こんなんでもイケメンは許される。そういう変態だったなってわら。変態扱いわら。すごく嫌そう。ヘルプミーガオシュン。困った時のガオシュンヘルプ。だがガオシュンは鳥の声を聞いていた。ガオシュン。ガオシュン様、遠い目をなさっている。いやーランセランセ。現実逃避するなわら。ガオシュン見て見ぬふりわら。ガオシュン様仕事してう。唯一の良心すら仕事放棄するレベル。下剤持ってやるわら。蜂蜜直に指で食わすつもりかわら。これはパワハラでセクハラですねー。壁ドンならぬ蜂蜜ドン。人種様の変態行為。人種は顔がいいから何をしても許されると思っているわら。ないものは蹴っても仕方ないよ。もう蹴ってしまえばいいよ。尊厳で草。トリカブトの蜜なら割り切れたのかい。それはもはや前回の処刑実行ですやん。まおまおも大概だなわら。嫌すぎる顔だわら。まおまおピンチ後半へ続く。人種のド変態シーン最高すぎる。今までで一番ピンチのように見えた。ただの変態やんけ。変態人種失脚しろわら。しかしこの人種の歌は群れがヒントになり、マオマオの思考にピースが揃う。あ、見つかった。玉葉様激おこわら。激おこ玉葉様わら。保護者来たわら。玉葉人人種は同い年の19歳です。人種様、だっとわら。逃げ足発やわら。玉葉人に弱いわら。人種は逃げ出したわら。苦労人がおしゅん。ガオシュン、結局シャオマオって呼んでるんだね。ガオシュン様が眠ればよいかと。ガオシュンさんに眠らせるマオマオ。眠るわら。超嫌がってんじゃん。ロリ姫かわよ。ロリーシちゃんかわいすぎ。相変わらずの人種好きか。あなた園遊会の。あれ知らなかったっけ。この姿では初めてか。むくれてるリーシかわいい。膨れててかわいい。わかりやすすぎ。蜂蜜を禁止されている。赤さんに蜂蜜あげたらいかん的なあれ。やはり赤子の頃に蜂蜜を摂取すると毒という話が絡んでくるんですね。ボツリヌス菌かな。こいつらさ、赤子に蜂蜜食わすような知識知らず、と。とはいえ、それは現代だから当たり前として認識していることだしな。世間知らずなお嬢様ならやすやすと騙されるだろう。リーシの侍従、てめえらが害悪じゃい。ひどすぎる悪循環。侍女の世界も怖い。守ってるようでいじめてるのおっかないな。
D 氏がかわいそうだわ。こっちは上の命令で来てんだぞ。人種カード発動。ちょっと。間接的に仕返しわら。悪い顔してるマオマオ。人種への嫌がらせわら。ガオシュンさんの顔よ。顔に出てるっていうかめっちゃ青ざめるし。蜂蜜がダメだったのは小さかったからでは？表情曇った。名前を言った途端に怯えてた。トラウマがあるのはそっちか。もう顔出まくり。わかりやすい子だな。D氏の周辺ってほんと。過去の事例を調べてきたか。一部変わったところはあるがカッコドクラブ。その一部がヤバい気がするんですが。マオマオは転生者でもおかしくない。名探偵マオマオ。宮廷書庫までさらう必要があるか。あの公職親父わら。配布経済。公職親父言うなし。ラモン。よ、読める。なぜか遺憾ラモン追放だけ読めるぞ。ラモン部分だけ読みやすい字で笑うわら。もしかして親父さんか？追放されてる。親父の伏線が。お父さんも高級勤めしてたのね。マオマオ、ついに知っちゃったか。ここでお父さんの関与が出てくるのか。父親は元高級の御殿医か。現在の皇帝陛下の弟様が亡くなっている。これに関わったのは、親父殿か。取り上げたの親父だったの。ラモンは、かつて高級の遺憾だった。片足の膝の骨を抜かれていた親父さんかっこ何それ怖い。宮廷医はつれえよ。今週は伏線割に注力したな。めちゃくちゃ気になるとこで終わった。マオマオの親父何やったんだよ。つか膝の骨抜くとかえぐい刑罰。事件を深追いしてたらまさかマオマオの親父さんが関わっていたなんて。前半人種とマオマオとの掛け合いでめちゃくちゃ面白くしといて後半シリアス。次回蜂蜜編決着かな。不穏だ。二人でツツジの蜜吸ってる。次回、二つを一つに。ほんと一話終わるのが早い。安定感がえぐい。にクールで丁寧に描くから、こういった序はうまく処理していていいわ。高級との因果が明らかになったところで終わりか、毎回いいところで終わる。今週も面白かった。来週も楽しみだ。はい、というわけで、薬屋の独り言、第10話の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、高評価ボタンをお願いします。もし興味があれば、他の動画も見てみてください。